シンクの蛇口についた水垢をダイソーの多目的クレンザーを使って落としていきます。結構ついてますね。水垢といいますか、水垢以外の汚れもついてますね。ここは結構広いですね。この辺りにつくと結構頑固なんですよね。反対側も見ていきます。こんな感じですね。で、何でこすっていくかなんですが、ラップたわしと研磨剤入り不織布両方使いながら落ちの違いも確認していきたいと思うんですけれども、まずはラップたわしでやっていきましょうか。適当な長さにカットしまして畳んでいきます。少しこうつけまして、で塗りつけながら磨いていきますね。ここ樹脂メッキなので軽く磨く感じですね。一旦この部分だけティッシュで拭き上げてみましょうか。あ、すごい綺麗になりますね。ご覧の通りピカピカになってますね。それでは研磨剤入り不織布を適当なサイズにカットしまして、で同じようにクレンザーをつけまして、それでは磨いていきますね。初めて使う研磨剤だったり研磨スポンジを使う場合は両方注意しながら、最初は優しくこすりながら力加減を調整していくと。そしてここの頭の部分ですね、ここが頑固なんですよね。丁寧に磨いていきます。一通り磨きましたので拭いていきますね。水拭きをします。これはスコッティファインの洗って使えるペーパータオルですね。水拭きをしましたら仕上げに空拭きですね。マイクロファイバークロスです。はい、どうでしょうか。ピカピカになってますね。ここはラップたわしで磨いたところですけれども、傷はないようですよね。研磨剤入り不織布で磨いたところですけれども、同じくピカピカになってますし、傷のようなものも確認できません。反対側もご覧の通り綺麗になってますね。どうもありがとうございました。